さあ、今宵も行きましょうか。経営者、政治家、綺麗な奥さん、可愛い子供。努力しながら勝ち得てきた幸せ。けれども、その幸せは一瞬にして崩れ去ります。今はまだ未解決となっておりますが、早期解決する可能性があるのではないかと思います。仮に早期解決したとしても失ったものは返ってきません。犯人には、取り返しのつかない、この状況をしっかりと理解しきった上で、償っていただきたく思います。犯人に次ぐ、この状況を理解する上で、旦那さん、奥さん、お子さん。各々の視点で、どんな悲しみなのか、この先、どういった幸せがあったのか、徹底的に考えていただきたく思います。それでは、この事件について皆様に説明させていただきます。それでは、少し遡って説明させていただきます。丸山大輔は長野県塩尻市、塩尻町の正気酒造の跡取りとして生まれる。高校は松本深志高等学校という、長野県では2番目に学力の高い学校に進学いたします。大学受験に失敗するも、浪人を経て、慶応大学経済学部に合格をいたします。大学卒業後は会計士事務所で働いておりましたが、2002年、突然、父親の訃報が入ります。実家に帰ることを決意し、実家の正気酒造を継ぎます。先代の社長である父親からの引き継ぎや指導もなく、継ぐこととなったので、相当苦労をしたのではないかと思われます。その後、丸山大輔は一生懸命働き、酒造の仕事を軌道に乗せていきます。また、奥さんとも出会い、二人の子宝に恵まれます。2015年には、自民党、公明党からの推薦で県議会議員に当選。また、地元塩尻を盛り上げるためのプロジェクトを行い、奥さんもワークショップに参加するなど、活動の幅を広げていきます。2021年9月28日。9月29日の県議会に出席するために、丸山大輔氏は28日から県議員会館に宿泊しておりました。というのも自宅から長野市になると約100キロほど離れているからです。29日、午前7時過ぎに警察に電話が入ります。丸山大輔氏の自宅兼店舗で奥さんが倒れて死亡しているという内容でした。丸山さんの家族構成としては、大輔さん、奥さん、中学生の長男と小学生の次男で、一家4人です。警察は、状況からして、殺人事件として捜査を始めます。殺人として判断した理由は、奥さんが倒れていた場所が金庫のそばだったのです。また、その周辺には土足の跡もあり、首にはうっすらと絞められたような形跡があったそうです。今回の事件が早急に解決する可能性があるのではないかと考えております。理由としては、店舗と自宅が併設されているからです。いくらのどかな地域といっても、店舗と併設されているのであれば、警備会社と契約しているはずだと思います。けれども、少し疑問に思うのは犯行直後に警備会社から通報が入ったわけではないという点です。少なくとも警備会社と契約をしていたのであれば、映像は残っていると思います。過去、私は店舗の金庫を盗むグループに狙われた企業のお話を聞いたことがあります。現場の映像も見ましたが、5分くらいで侵入し、金庫を奪って逃げていきます。その企業が狙われたのは、どうも、海外の窃盗団だったみたいですが、今回のケースと比較すると、結局、金庫が奪われたという報道は耳にしていないので、海外窃盗団の犯行ではない可能性もあるのではないかと思います。また、塩尻ではお金が奪われる事件が数件報告されているそうですので、関連している可能性もあるのではないかとも言われております。ここで、考察をしていきたいと思います。一つ目の謎は、防御創がないことです。寝室で寝ているといなら、合点が行きますが、起きている際に、泥棒と鉢合わせた場合、抵抗せずに首を絞めさせるようなこと考えにくいです。ここで、二つのパターンを考えることができます。一つは、寝ていたのではないかということです。金庫がどこにあるのはわかりませんが、仮にリビングのようにリラックスできるスペースにあるのであれば、寝ていたということも考えられます。けれども、金庫周辺がリラックスできるスペースでなければ、運ばれた可能性も出てくるのではないかと思います。前者であれば、純粋な物取りで、後者であれば、強盗に見せかけた、ただの殺人となります。もう一つ考えられるのは、子供を守るために、抵抗しなかったことも考えられます。ただ、これの場合は、相当内部に詳しい人物に思えます。次に、警備会社ですが、警備にそもそも入っていなかった可能性もありますし、自宅圏だったから、人が動くので、警備をかけていなかった可能性もあるのではないかと思います。後者であれば、画像が残るので、解決は早く思いますが、前者だった場合は画像が残らないので、解決に時間がかかるようにも思えます。お店があった場所周辺は、住宅密集地でもあり、近隣に旅館もあり、片側一車線となっているので、不審な車や人物の映像解析も割と早く進むのではないかと思っております。主観で言えば、ただの物取りに思え、寝ている際に襲ったように思えます。けれども、主観は時として、阻害要素となり得るので、主観は捨てて、足の形状から身長を割り出し、画像から解析する方法を使うのではないかと思います。国道153号線であり、コンビニエンスストアもある通りなので、画像はないということは考えにくく思えます。早期解決を願いたいです。ただ、早期解決したとしても、亡くなった命は返ってきません。旦那さんである大輔さんも、距離があるので、育児を考えると嫌疑を続けていくのも困難な可能性もありますし、まだ、小学生の次男はどうでしょうか。長男は中学生で多感な年齢でもあります。お金で解決できない。本当に尊いものを失っております。私は5歳の時に前触れは数日間ありましたが、母親と別居することになりました。今のご時世、珍しくもない話ではありますが、本当に寂しかったのを思い出します。間違いなく、一家の時は完全に止まり、本当に楽しかった4人での思い出は、セピア色となり、時間の経過とともに徐々に消えていってしまうでしょう。私も、母との思い出はもう、ほとんどありません。なぜか、悲しかった記憶はあっても、みんなで楽しかった記憶はそこまで残っていません。犯人に言いたい。大輔さんの気持ち、お子様の気持ち、そして、お腹を痛めて産んだ子供の行く末を、手がかかる時に何もできない奥様の気持ち。想像してみてください。捕まって、塀の中に入って償えば、幸せは戻ってくるのでしょうか。戻ってきません。その十字架を忘れてはいけません。だからといって、一生不幸でいろというわけでもありません。不幸になれば、また、同じように、自分本位の思考になってしまいます。幸福を感じれば、その幸福を壊したことを思い出すでしょう。どう償うかは一生涯のテーマとなると思いますが、二度と、こんなことをしないでいただきたいです。そして、動画を見たのであれば、自首をしていただきたく思います。また、一時の感情で、事件を起こさないでいただきたく思います。事件を紹介する際に、被害者のことを想像してもらうだけで、少しでも抑止力となれれば嬉しく思います。